まだまだね、腕からギブスというかこの三角筋が取れないところだと思いますけども、おかげさまで日常生活はね普段通り戻りました。今もちょっとこう朝の調理をして食べて、で洗い物をして、あと洗濯もね干してきたところなんで、畳んだりとかして、まあ、片手でも結構できるなと思いましたね。もともと私の片手が片手分で他の人の両手分ぐらい多分動けるんじゃないぐらい器用でね素早いというところも自認してますんで、まあまあこのぐらいは乗り換えていけるかなというところでございます。まあ半分強がりですけどね。はい、で強がりついでにちょっと例のやつのことをちょっとお話していかないといけないですよね。昨日もね入金がないんですけどっていうご質問いただきましたけども、ちょっとねまあ、今更かよっていう気もするんですよ。まあ、こういうこと言ったらまた失礼になっちゃうんで、まあ、丁寧にやっていかないといけないなと思うんですけども、まあ、私ね例のやつに関しましては7月の20日ぐらいから毎日放送してるんですよね。多分ご不安に思われてるだろうなとかね思いまして、ずっと毎日ですよ。毎日放送してきてますよね。例のやつについてこうなってます、ああなってます、これが会社のアナウンスです、私の仮説はこうです、そして入金が遅れてる方、不安な方は真っ先に連絡くださいと、対処しますと、私の権力を持って優先的にそちらの方を措置しますっていうのことね、毎日毎日申し上げて、入金遅れの方が何名、入金があった方が何名のうち何名とかって日々お伝えしてますよね。でもねちょっと残念なことに昨日ねまたね入金がないんですけどどうなってますっていう、ね、お問い合わせいただいたんですよ。どうなっとるんやなと思いますよね。これは大切な自分のお金のことにねついてこれだけ無頓着になってくると、これ金持ちになれないですよ絶対。で私の放送している動画の再生数を見たんですけども、やっぱりね100から200なんですよ。私直接紹介者1000名出してるわけですよ。1000名以上出していて1割とか2割ぐらいしかお金のことに興味ないんですよね、自分の関わってるお金のことに。で、久しぶりに口座見に行ったらあれ入ってないぞみたいな感じで、もうなんかね随分遅れて何週間も遅れてお問い合わせいただくみたいな。もうそれは全然お問い合わせ構わないんですよ。皆さんお金の考え方とか様々ですから、全員が私の考えに合わせろってことではないんですけども、まあもうご自身のね取り組んでることにもうちょっと意識傾けてもいいんではないかなってことと、そもそもこれ作業がないわけなんですよ。だから楽なものを与えたら楽をしちゃうっていうのでは意味がないんですよ。楽なものを取り組んでいるからこそ、そのうちに、こっちで楽してる間にこっちで自分の資金管理とかね、それからお金を稼ぐスキルと身につけてくださいよってことで先にこういうのを提供してるわけなんですよ。まあ、そうするとですね、中には私の判断とは違う別の判断があって、安心だと思ったから大きなお金入れて不安になっちゃったみたいな人いるんですよね。で自分の力量を超えたお金を入れればそれは不安になりますし、そんなことをやれって言ってるわけではないじゃないですか。で自分で資金を管理して自分で情報を取って自分でいろいろ考えて仮説を立てて、そしてですね、自分で動いていくっていうことが自分の責任を果たして自分のビジネスをする、自分のお金を大切にするってことだと思うんですよ。なんかね私が人によってはこうなんですよ。久保さんがこれ大丈夫だよって言うから大きな資金入れましたとか言ってね、いや大きな資金を入れれば大丈夫じゃなくなりますよ。それは自分の力量を超えないような余剰資金、10秒後になくなってもへっちゃらなお金を入れてくださいっていうのに、10秒後になくなったら困るお金を入れてる人が大半なんですよ。でこんなね資金管理レベルだからいつまでたっても詐欺にもかかっちゃうし全然お金増えないと思うんですよね。こういうことをやれてるわけじゃないんですよ。やっぱりね大半の方は私の資金投入額以上に入れてると思うんですよ。だからこれは困った問題だなと思いますよね。なんか500万とか600万入れてる方もいるんじゃないですか。それは皆さん500万600万ってなくなったら困るでしょ。10年がかりで貯まるかどうかっていうお金だと思うんですよ、老後2000万円問題とかいう時代にね。で私は500万600万とかっていうのは確かにすごいお金ですけども、まあ1ヶ月では無理ですけども 2,3 ヶ月で作れるお金なんですよ。だから私にとってみても500万600万っていうのは余剰資金ではないけどもダメージを受けるような金額ではないってことも言えるんですよね。でも多分ほとんどの方に関しましては失礼ながら100万円なくなっても大騒ぎの金額だと思うんですよ。だからよくそういう金額を入れて、しかも私のサポートの動画もねほとんど見ないとか事業説明会にも行かないとか、そんな危機管理レベルで本当にお金のことどう考えてるのかなと思っちゃうんですよ。まあそこはね今回を機に絶対はないってことをもう一回ね認識することと、自分の力量を超えたお金を払わないとかね、そういうことをもう一回ね考えていただきたいなと思います。でどうしても無茶な金額をいくんだったらもうね文句を言わないことですよ。
勝手に500万とか600万とか1000万とか入れといて、不安な気持ち分かりますよ、それは。不安な気持ちも分かりますし、例のやつの会社がね、普段と違った動きになってるのも、それは不安だと思いますけども、もともと中小企業とか人間って生きてる以上ね、いつも約束通りってわけにいかないじゃないですか。だから絶対はないって言ってるんですよ。約束を5年間守った人でも、会社でも、組織でも、国でも、これから守れるかどうかっていうのは別の判断ですからね、別のリスクヘッジが必要なんですよ。うん、でも今まで大丈夫だったから、自分が数ヶ月1年2年やってきて大丈夫だから、だから自分のね判断でこれいけみたいな感じで大きな金額いってちょっと不安になるみたいなね、だからそういう意識でやるんだったら、どんな活動もそれはアウトですよ。私もね、この年になってこんな大怪我すると思わなかったですけども、その面ではリスクヘッジが足りなかったのと、私は絶対肉体的にはねダメージを受けることがないっていう慢心がありました。でも今回こういうことになって、やっぱり不自由もかけましたし、余計なお金もね、時間もかかりましたし、周りの人に迷惑もかけてたもんですよ、怪我をすることによって。まあですんでね、これは私は肉体においては、健康に関しましては、リスクヘッジが資金の面ほどはできていなかったなと深く反省しましたね。だからこれもね、誰かに、言われたわけではないんですよ。健康管理をしろとか。肉体管理をしろとか怪我に気をつけろなんて言われないですよ。言われないけど自分で考えてやることじゃないですか。自分のことですからね。お金のこともそうですよね。私が言ったから私の言った通りにする、それはある程度リスクヘッジできると思いますけども、私の言うことを無視して自分の判断でやったことに関しましては、私の判断とか私の考えとか及ばないんで、それに対して不安なんですけどって言っても、そんな不安な状態自分で作ったんじゃないですかっていうことを、まあ、心に思うだけなんですよ。言わないですけどね、言ったらちょっと気の毒なんで、それに対しては私も協力して対処しますっていう声はかけますけども、全部が解決した後とか、今回みたいに落ち着いた後、沈静化した後にはこうやってね叱らせていただきますよ。それはないんじゃないのと、皆さんの力量を超えたお金でやってくださいと。そしてですね、例のやつに依存することなく自分で稼ぐ力身につけましたか。人によってはもう年の単位で例のやつやってますよね。ってことは年の単位でお金はもう自動的にね増えてるはずなんですよ。じゃあその間に楽ばっかりせずに、ちゃんと自分の頭を鍛えて稼ぐスキルを身につけてれば、例のやつが仮に全部ポーンと飛んでも全く不安ないじゃないですか。だからそれをしてなかったっていうのは、はっきり言ってやっぱりお金に対してすごくね、もうふざけていたと私は思いますよね。お金っていうのは人を生かしもするんですけども、殺しもするわけですからね。その恐ろしさっていうのを今回はこの朝の動画でねなんかこんな強いメッセージになってしまいましたけども、これちょっとね、それじゃダメですよ。お金持ちになれないですよ。お金に苦しめられますよ、そんなことじゃ。だから今回例のやつ繰り返しになりますけども、ちょっとね入金が前後して不安だった方、これはお金に殺されてる状態です。私はこういうことがあっても、例えばね、まあ大丈夫だとは心の中で思ってます、信じてますんでね、一回も疑うことはないです。疑うことがないっていうのは、それが資金が飛んだりとかなんかトラブルがあっても全然恨む気持ちもないし、お金返してくれよって気持ちもみじっぴりもないんですよ、1ミリもない。だって信じてもうあげますよって感じで預けてるわけですからね。でも自分の欲を優先させて、こういう時に自分の資金どうなるんだろうと思って、例のやつの会社でなんとかね、この状況を打開しようと思って一生懸命働いてる姿を想像してないってことなんですよ。自分はお金増えてよっしゃよっしゃでね、その活動を裏でしてる人のことを、だからお互い様とか感謝の精神っていうのがなかったんじゃないかなと思いますよね。まあこういうことをねくどくど言うとまた切られそうですけども切られそうですね。はい、言い過ぎましたね、すみません。でもね、そういう意識は私が言わなくても心の中で持っておいていただきたいと思います。そうじゃないとお金に苦しめられっぱなし、お金に切られっぱなしですよ。だってお金を舐めてるわけですからね。お金に対して命をかけてね、お金を大切にして、お金に守ってもらわないといけないんですよ。お金を味方にしないといけないのに、多くの方、このね、今回レーナス騒動に巻き込まれて不安を感じた方は、お金を敵視してるんですよ。どっちかっていうと粗末にしてますからね。そんなことではいけないかなと思います。お金は大切にしてくださいということで、このくらいにしておきましょうかね。今日私はね、このクールピックスが届いたのが1個ありました。そしてこっちも開けてないんですけども、こっちもクールピックスです。デジカメが1台壊れて2台買ったという形になってます。1台これ1万6000円と1枚5500円で、購入しました。フルセットなんで、すごく私としてはね、この使い慣れたカメラをこれからも買い続けようと思います。で、まあ同じカメラがいいよってわけではないんですよ。いろんな写真を撮るときにね、私は基本的にスマホですから、9割スマホですから。
で、たまにこれを使うんですよね。これはね、車載動画を撮るときに使います。で、デジカメは録画してると動画を撮るとものすごくね温まりやすいんで、すぐに録画停止になっちゃうんですよ。だからこうやって複数台持ってますけども、大抵の方はこのねデジカメで動画を長い動画撮らないと思うんで、まあいらないんじゃないかなと思います。スマホがあれば OK ですから、わざわざクルピクスを買うこともないと思います。まあただ私が買うとなんとなくこれがいいのかなと思って形から入る方とかね買っちゃう可能性がありますけども、今メルカリではね私2つ同時に買いましたんで、もう品枯れしてると思います。今度はねもう貴重なものになりますんで、ぜひねあるうちに買っといていただければと思います。では本日は以上かなと思います。ガミガミとすいませんでした。でも大切なことなんで忘れないでおいていただきたいと思います。それでは失礼します。